イプ椅子これで半分くらいは片付けられたかな。あ、市ヶ谷さん、よかったら私にも少しお手伝いをさせてください。凛子先輩、卒業生に手伝ってもらうわけにはいきませんって。いいんです、これが私にとって生徒会長として最後の仕事ですから。わ、でも。わかりました、少しだけですからね。ありがとうございます。これを畳んで、重い。無理しないで、一つずつでいいですから。